勤労者山岳連盟は日本の登山愛好家団体の全国連合体である。略称老産、ヤワフ、新日本スポーツ連盟に加盟。1950年代後半から始まった日本での山岳ブームの中、従来の大学山岳部や山岳会にはとどまらない大衆登山を行う勤労者のための新しい組織として1960年に設立された。 勤労者産学会が1963年には日本勤労者産学連盟へと発展し組織を拡大した。現在650団体2万5000人の会員が入会している。各地域、職場、学校などの産学クラブが団体加盟しており、加盟団体は同じ地域の加盟団体とともに当該所在地で地方連盟を構成している。地方連盟は 北海道以外は都府県単位で結成。他に地方協議会や地区連盟が存在する。同連盟が示す考え方は以下の5つで、その取り組みが日本の登山活動にとって重要としている。登山は優れたスポーツ文化であり、憲法で保障された国民の権利である登山の多様な発展を目指す海外登山の普及と発展を図る遭難事故の 防止に努める限りある自然を守り、後世に残す、庶民のための楽しく安全な登山活動を登山、愛好家が自ら考え、実行していこうという趣旨を持ち、活動内容も、地域の身近にある山への日帰り参考から3000メートル級の山々への重層登山、岩登り、雪山、さらには、同連盟の海外委員会が主催する、 ヒマラヤ山脈の8000メートル級、高山遠征などと幅広く展開している。遭難対策基金を設置し、会員の共済制度として、遭難時費用の自己負担軽減を図っている。老産の規約を認め、分担金を納入すれば、どの会も団体加盟できるとしている。加盟申し込み手続きは、地方連盟が窓口となり、加盟承認は、 地方連盟執行行機関が行うと規定している日本勤労者山岳連盟は日本山岳スポーツクライミング協会とは相互に紹介する関係で登山の安全対策確立などでは協力関係を築いている。また、老さんは新日本スポーツ連盟において最大の加盟組織でもある。2008年には、マカルー、2009年には、 マナスルへの登頂を成功させている。出展、2010年度日本勤労者山学連盟8000メートルボント団体、退院募集規約飛山協は1905年設立の日本山学会に期限を持ち、老産の設立はそのあり方への意義提起という部分もあった。飛山協は日本スポーツ協会に加盟している。2009年7月に発生した。 トムラウ山遭難事故についてのシンポジウムを2010年2月に開催した例などが挙げられる。出典、読売新聞2010年2月23日付、遭難事故生存者招きシンポジウム、27日に、神戸で。ありがとうございます。